ちゃこんにちは。さて、セリーグに引き続き、はい、今度はパリーグの方も見ていきたいと思います。ね、はい、まあ後半戦へ向けてね、はい、はい、ちょっと見ていきたいと思うけども、はい、やっぱオリックスは頑張った ね。想像した？いえもうそれもそうですし、いや解説者は、ね、はい、オリックスの力認めてるんだよ。で毎年裏切られてるのよ。今回やっとみたいな感じですか？やっとみたいな。でもみんなもう期待しないって言った時に来るんだよ。はい、だからみんなの予想は大外れだよね。そうですね、うん、だけどオリックスはすごくあのバランスが良くなってきたね。はい、うん、豊子さんちなみにオリックスは何位予想でしたか？何位だったかな、うん、5位かそんなもんだったと思うよ。5位か4位かっていうような。はい、またこの混戦状態も予想になかったですか？いやある程度の予想はあった。うん、うん、予想はあったけど、まあ、例えばこうゲーム差書いてあるけども、うん、日本ハムの最下位っていうのはちょっと厳しいだろうなっていうのは思ったよね。はい、うん、だけどオリックスがここまで頑張る、うん、まあ、頑張れるチームだけどさ、はい、一体感がなかったんだよ。でも一体感が出てきたよね、勝つことによって。はい、でテーマはリフレッシュ。はい、このリフレッシュっていうのは、うん、首位で折り返したからさあリフレッシュしよう、ね、バカンスだみたいな、そういうことではない。リフレッシュっていうのはチームの中で必要なものなのか、必要なものがこれで必要じゃないものはこれだというこう住み分け、住み上げをするリフレッシュなんだよ。はい、いらないものは削ぎ落とし、そう足りないものは補うっていうことを精査していく。そうリフレッシュでもう迷いをなくして後半戦に向かってほしいということ、はい、これはもう試す暇はない、うん、後半戦に向けてはもうこれだけの混戦になってるから、はい、試する暇なんかないよ、はい、もう後半戦このまま逃げ切るか抜かれるか、はい、それしかない。もうセーフティーリードっていうほどのことはない。そうそう、ということですね。だから厳しいこと言えば、はい、この選手は使えるから1軍、うん、この選手は使えないから2軍っていうのをもうやっぱりしっかりリフレッシュした方がいいよ。じゃないとやっぱここで選手の起用だとか迷ってる暇ないし、はい、ある程度メンバーっていうのは決まってきてる、うんうん、で先発ピッチャーもローテーションっていうのはある程度決まってきてる、はい、だからそういう意味では こんな心配いらないのかもわからないけども、でもそこら辺はやっぱこうはっきりした方がいいなっていうふうにオリックスは思うよね。はい、だからこれからは非常さが必要だからオリックスはね、はい、選手に対して、ね、そこまであの行かないとダメだということ、うん、はい、で2位楽天、はい、完全燃焼、はい、まあ、野手陣は頑張ってると思うんだよね、うん、投手陣が俺不完全燃焼で前半終わってると思うんだよ。なるほど。これはどういうことかというとさ、はい、名前と成績がリンクしてこないんだよ。なるほど。例えばマー君なんていうのは勝ちが先行してなきゃいけないのに、うん、負けが先行してるとかさ、うん、で岸も1ヶ月勝てないとかさ、枠井がなんかちょっとおかしくなってるとか、名前があってそれは年齢的なこと言うのかもわからないけども、はい、でもね後半やっぱその選手たちが住谷というキャッチャーを得たよね、うん、それによって完全燃焼、はい、いいところを引き出してきてこう頑張ると、うん、これがここにいけるよ。もうこう不完全燃焼くすぶっていたものがもう一気に完全燃焼するように、うん、するぐらいの活躍をね、はい、していくと面白いと思う。だからキャンプの時やらなきゃいけないのは住谷とのコミュニケーションだとか、住谷が各チームのデータをインプットをもう一回し直すとかさ、はい、今は盛んにやってるとは思うけども、うん、そういうことが完全燃焼へつながっていくと思うよ。だから楽天は投手陣ね、完全燃焼できるように頑張ってほしいという。はい、で3位のロッテ、うん、ロッテは不気味だと思うよ、この2チームは。そうです、この前半の終盤、うん、勢いすごかったですね。そうそう、でね、ロッテが柔軟性があるもん、やっぱいろんな変化を加えながら戦えるというチームだけに、はい、この2チームは怖いと思う。で、ロッテには相乗効果、はい、これどういうことかというと、うん、昨年のクライマックス終えた時に井口監督にインタビューしたんだよね、うん、はい、絶対にクライマックス今年は出たかったと、うん、それは今年につなげるために、あ、昨シーズン出たかったのは、うん、はい、ソフトバンクがいつも勝ってるのは経験値の差だっていうんだよね。うん、だからそういうシビアな試合を経験して
チームは強くなるし、選手も経験値として残ると、はい、その経験値を残した選手と、まあ、若手が融合していろんなことを教えながら相乗効果につながるという、うん、この相乗効果があればロッテも上に行くチャンスは十分ある。なるほど、こう若手が躍動している、そう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 、経験値のある選手の中でやることで得ることがお互いにあるということですか。あるある、はい、だからまあ例えば代表的なのは佐々木朗希だよね。うん、まあ、昨年は1試合も投げずにさいて今年は投げてるでしょ、はい、そういう経験した人がこう佐々木朗希に教えていってやるとかさ、うん、まあ、そういうことやると相乗効果でみんなが良くなる。みんなが良くなったらここに来るよ。ロッテも力あるからね。それとやっぱピッチャーね、はい、三馬とかが絶不調なんだよ ね、 そうですね、うん、だから三馬とかが復活してこないとここにはないよ、うん、やっぱこう石川とかもまあ怪我でね離脱してるけども、やっぱ治るか治らないかわからないけども、やっぱ投げれるような状態でいてくれないとここにはなかなか来れないから、うん、まあ相乗効果とやっぱりピッチャーね、はい、投手陣がやっぱ頑張らなきゃいけないと、うん、はい、でソフトバンク、はい、経験値と復活、もうねソフトバンクはね経験値が高いよ。そうですよね、うん、で昨年なんか10月に何試合やったかわからないけど20何勝2敗ぐらいだったでしょ。うん、だからそのぐらいやっぱ勝負どころも経験知ってるし、そこでの力の出し方っていうのも知ってるし、はい、でもそれには復活してもらわなきゃいけない選手がたくさんいる、はい、まあ、例えば千賀、はい、まあね、先日投げたけどね、投げはしましたが、投げたけど、はい、まあ、1試合でファームに行ったという、はい、で森が手術明け後半戦どうなるか、はい、でグラシアル、はい、でスパイネ、はい、こういうもう本当主力中の主力だよね。これがやっぱ帰ってこないと上にはいけない、うん、まあ、4位だけど5割を死守してるんだよね、うん、あのメンバーで、ね、あの戦い方で5割を死守するっていうのはやっぱ経験値の高さもあると思うんだよ。やっぱしぶとい、はい、でも現状だったら上は狙えない、うん、ということはこういう人たちがやっぱ完全復活をしてくれないと、はい、今年はやばいよという、まあおそらく後半戦には出てくると思うけどね、うん、ソフトバンクがこの前半終わって4位っていうのはあまり予想されなかった結果ですよね。俺は予想してたけどねいやいや本当に、はい、今年の予想は3位だからソフトバンクは、はい、うん、やっぱ怪我人が多く出るだろうって。うん、でもね勝ち続けるっていうのはねやっぱ体に無理したりだとかさ、うん、してるのよ。そしたらもう怪我人がこう出てしまうというのはある程度仕方のない部分でもあるんですかね。仕方のないこと、うん、だから巨人も前のね動画で、はい、ね、怪我人が出てる。そうなんですよ ね、 なんかジャイアンツだけ怪我人が多いとかさ、うん、まあデッドボールもあるけども、はい、やっぱ勝ち続けてるとやっぱ負担は大きいよ体に、うん、で精神的な負担ももちろんそうだし、はい、負けるって簡単だからさ勝つって難しいから、うん、だからもうずっと勝ち続けてるから、まあ、故障はある程度出てくるだろうなって今年だけど、やっぱこれ後半に絶対出てきてくれないとさ戦いにならないから、はい、まあ出てくると思うよこの4人は、うん、で西武、はい、恐怖からの脱却、はい、かっこドラッカっていうのは恐怖というのはフォアボールだな。やっぱ打者への恐怖があるんじゃないかと思って、うん、打たれちゃいけないとかさ、うん、ね、もうそれからやっぱこう脱却してやっぱ勝負を挑まないと無駄なことが多すぎる。で野手陣はある程度の点は取ってくれるよ、はい、足を使いながら長打を使いながら、うん、ある程度の他のチームと負けないぐらいの対応はしてくれるよ、はい、ただやっぱりピッチャーはさ、うん、フォアボール出してホームランとかさそういうのがやっぱ多すぎる、うん、不必要なというか無駄なこうランナーを出してしまって大量失点になったりっていうことですよね、うん、だからねドラッカーの本を読んでほしい、はい、もしドラみたいな、はい、ありましたね。あったよね、うん、私が高校のマネージャーになったらみたいな。そうですね。そしたらなんていうの、なぜ3球で勝負しちゃいけないのとか、うんうんうん、わざわざボール球をなぜ使うのって、でもピッチャーって100球しか大体投げないんでしょみたいな。そしたらボール投げる必要ないじゃないって。これはまあ極論だけどさ、はい、だけどやっぱり球数を減らす、うん、とにかくどん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 逆に攻めていく、うん、そういうピッチングができないと
この位置は脱却できない。やっぱ他のチームの方が上だもん、うん、だからここら辺の恐怖からの脱却、もうとにかく勝負しに行けと、もうとにかく打たれてもしょうがないから、はい、でもこの位置で甘んじるのか、もう勝負してこの位置で甘んじるのか、逃げてこの位置でいるのか、じゃあさ次へのステップが違うよね、はい、なんていうの、こう恐怖を取り除いて勝負に行って上に上がるんだったら、うん、それがまた力になるし経験になるから、うんうんうん、ぜひ勝負しに行ってほしいよバッターに、はい、勝負しに行ってないっていうことではないんだろうけどさ、やっぱもうとにかくフォアボールをなくせということはもう第一課題だね。まあそういう意味ではこうぼんやり何がいけないんだろうみたいな感じではなくて、ここが課題だよっていうようなことが明確なんであれば、うん、逆を言うと改善しやすいっていう部分もありますか。そうそうそう、改善しやすいと思うけども、はい、なかなか技術のいることだしね、はい、でもさフォアボール3つでさ、たまたらな満塁ホームランで全員返されるっていうほどさ、もうバカだなと思うことはないじゃない、うん、ね。それだったら勝負しに行ってバッターだって打ち損じがあるわけだから、はい、だからそれを考えながらでもいいから打ち損じがあるっていう風に、うん、だからもう向かってってほしいよね。やっぱ上に行くにはそれしかないと思う、ピッチャーの向かっていく気持ち、はい、ね、もしあれだったらドラッカーの本を読んでください、ね、はい、はい、日本ハム一新一新、うん、はい、やっぱりもう相当離されてるよね A クラスから、はい、ということは今チャンスだよチームを変える、うん、もうね根こそぎ変えてもいいぐらいのそんな気持ちで一新してほしいという、はい、そうするということはもう一から再編みたいな、もう再編でもいい、はい、だからまあ例えばさサードに入ってる野村とか、うん、万波とか、うん、高浜とかさいっぱい若手もいるよ、はい、だからそういう意味ではもうこいつらのチームにしちゃうぐらいの感じでやってもいいと思うよ、うん、じゃないとこのままじゃ良くないし、うん、でも逆にそれをその前半の最後の方に積極的に使うことによってチームも良くなってきてるからさ、はい、だからそれをやっぱ続けてほしいなっていうふうに思う、うんうんうん、でも今チームの状態が少し良くなってきているところで、うん、まあ、そこでまあ今考えられるチーム再編のようなことをするとよりいいということですね。よりいいということだよね、はい、でもパリーグを見てるとさやっぱプレッシャーの戦いが待ってるよね。うん、で経験値がないだけに、まあ、相当頑張らないと優勝はないだろうし、うん、楽天は住谷を得たということは非常にプラスだし、うん、でロッテは不気味な存在、はい、こうみんなが一体となれるかどうか、一体となって相乗効果みんなが上がっていけるかどうか、うん、でソフトバンクはこれだけの経験値のある人間がたくさんいて復活できるかどうかだよね、はい、で西武はもう向かっていくしかない、うん、ね、ピッて特に投手陣ね、はい、で日本ハムはもう新しい風、まあ、横浜と よく似てるけど、はい、DeNA とねもう根こそぎ変えちゃうぐらいのメスを入れて、うん、まあ、頑張ってほしいなっていうふうに思う。はい、まあ、後半もパ・リーグはもう特にどこが優勝するかっていうのは楽しみだからね。ねえ、これまた変動も起こってきそうですね、後半ね。いやー、このままじゃ終わらないと思うよ。はい、ただ最後にここにトップに来てるチームが優勝だからね、もう当たり前のことだけど、はい、うん、だからまあ楽しみ、まあ、どういう過程をたどってそこにたどり着くのかっていうところですね。まあ楽しみですね。はい、はい。